いい年して何してんの。パトロールの場所を広げたいのよ、うん、あ、広げたいんだ。お家より、うん、ちょっと遠くっていうと山、山です。山、うん、山もパトロールして縄張りかなって思うのよ。あ、山まで縄張りを広げちゃうんだ。あ、じゃあじゃあ山もパトロールしよう。一緒に行こうね。一緒が好きなんでしょ。一緒に行こうね。はいはいはい、しようね。じゃあ山まで縄張りを広げるということですね。はい、挙動慎太郎と臨場感みつおちゃんで、うん、お出かけするです。これこのくだり見たことあるぞ。これちゃんとパトロールする、うん、あ、これ見たことあるで。これ使い回しじゃないか。これ大丈夫か。異常がないかうんチェックするです。これ使い回しじゃないか。これ見た見た。これちょっとだけ遠いけど、うん、山のパトロールもするぞ。それはパトロールではないな。もうこれ絶対パトロールじゃないな。はい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 、わかりました。パトロールでは素材、あ、出た素材、よくわかんない素材。まあ、なんか買う時とかに使ってたっぽいんで、はいはいはい。山に行けばいいの。じゃあ、何、家族レベルが10になると11になると結構ね、そのあたりまだ遠いね。結構そう考えるとまだ先は長いぞこれ。はいはい、山来たんだ。ワクワク。うん、これ熊いいんじゃねえか。なんで山に熊いいんだよ。なんで、まあ、山に熊はいるんだろうけど、この熊に限ってはなんでいるんだよ。じゃあ、3出せば熊にたどり着けるんで、もう3出します。3ね。はぁ、よっしゃ、なんで山ん中に熊いるんだ、この熊が。なんで君がいるんだ。なんで偶然会ってんだよ、ここで。なんでいるんだよ。なんでいるのねえ、熊。なんでいるの？なんでいるのかの言及一切ないんかい。うん、ゴールなんだけどさ。熊がなんでいたかって言及してよ。なんで熊があそこにいたの？ね、熊いつも街中にいるじゃん。なんで今日に限って山にいたのね。なんで熊がいたの？熊がいたか理由聞いて。あ、なにこれ？何が？え？おお、なんか、あの世か、これは。なんだこれは。森の、うん。え、こんなとこあんの、山の中に。あ、すげえいいとこ住んでんだな。ここまで来られたの、うん、そうだね、初めてだね。初めてです、うん、嬉しいです。なんか後ろに蝶々いるんだ。へえ、こんないいとこあんだ。なんか山越えて森の奥の日、こんなとこあん の、 お花の、ね、いいな。いや、熊は、熊出るでしょ。いや、違う、おい、パトロールの途中でまで字幕出たからクマに触れんのかと思ったら素材の話し始めた。いや、あ、ありがとう、ありがとう、それはありがとう。それはいいんだけどさ、あの、何、丸い種と青餌、青餌って何？あのね、梅原さんに渡したいものが。何？あ、マジで梅原さんのプレゼント？おかげで、うん、挙動不審太郎たちの楽しいが、うん、うん、あ、そう、いや、それは良かったわ。ちょっとさっきね、なんかお花畑死んだのかなって思っちゃったけど、あまりに綺麗すぎてね。あ、プレゼント、何、花畑の花、え、花畑じゃねえ、なんで花畑って、道端の花ね。はいはいはい。お散歩の時に、うん、落ち着く場所の近くで見つけたお花です。え、落ち着く場所ってどこ？いたことある。ガーベラから可愛いリボンつけてくれたの。花瓶探さなきゃね。これリボンつけてくれたのって聞こう。ちょっとプレゼントだから、もっと可愛いにしたかったです。あ、そういう考え方ちゃんとできる子なんだ。すごいじゃん、その手でね。指ない、まあ箸とかスプーンつかめるからな。この花を見つけた時、うん、道がさっと明るく見えたです。うん、この花があったから。このお花を見てたら、うん、梅原さんの笑顔が吹っ飛んできたの、うん、あ、本当に。だからどうしてもプレゼントしたくなった、うん、いや、いい子たちだね、本当ね。受け取ってもらえたら幸せです、うん、あ、受け取るよ、もう。じゃあ花瓶探そう。さっき選択肢にあったからね、花瓶探そうか。はい、山を一回ゴールしたので、お祝いに猫たちからプレゼント。あ、そういうプレゼント、誕生日プレゼントじゃないんだ。あ、なんか山パトロールでめちゃくちゃエピソード溜まったから、もうエピソードできるようになってる。もう一回、や、じゃあ続きやっていこうか。はいはい。で、7時半ぐらいになるのが15分刻みだっけ。こんな遅かったっけ、いつも。最初もっと早かった気がするけど。お、なんだ臨長官みつおちゃん、お、なんだ、後ろ向いてコソコソしてんな。何してんだ。あ、これは悪いことしてますね。何かつまみ食いしてますね、これ。臨長官みつおちゃん、聞いてるね。これやってるな、つまみ食いしてんな、これ。あはは、これは、え、臨長官みつおちゃんは、
っくり大きな声出したら、あ、口の中なんか入ってないか、口の中なんか入ってないか、今口の中なんか入ってないか、何回も読んだんですけど、ええ、口は口、今喋った時口の中ちょっとなんか入ってなかったか、ね、あれ入ってない、見てたの、あれ入ってない、さ、え、じゃあ見えた気がするの、え、私目の錯覚、え、あれ猫チューブってスマホで見る動画のことですよね、うん、いや、さっきというかもうこの前君らが2人で生配信してたじゃん、そうそう、猫チューブってとっても面白いのよ、なんか口の中なんか入ってなかった、マジちょっとやばいわ、幻覚、ちょっとあと編集で見返、ちゃんと編集で見返すわ、で編集の結果入ってませんでしたってなるんだろうけど、え、スポーツしてる動画があったり、24時間動物チャンネルがあったりする、24時間、はあ、林長丹三男が今一番お気に入りなのは、うん、ガチャガチャ堂って動画、うん、え、何それガチャガチャ堂って、ガチャガチャって回して軽いのがコロンって出てくるのが出てくるよ、ガチャガチャね、そのガチャポンみたいなやつか、面白さは林長丹三男の一日ネットチューブ、うん、動画が撮れるくらい、何を言ってんの、何を言ってるの、どういうこと、猫チューブに夢中で、うん、返事なん、いやだからその目、冷ややかな目やめてあげて、それにゃはは、にゃはは、はい、何、どうしたの、お、うん、スマホで、スマホで、スマホで何をよく見、うわー、え、これ教えてあげる、冷ややかな目が続いてんな、ガッキーの恋ダンス、臨長感三つおも見てみたい、うん、あの YouTube で見て、ガッキーの恋ダンス動画ばっか見てるから、ガッキーの恋ダンス、うん、面白い、そんな見てはないけどね、そうそう、うん、うん、動画もいいですけど、あ、ニャンスタグラムでしょ、写真をアップする、ニャンスタグラムでしょ、ニャンスタグラムも、はいはいはい、忘れなくて、うん、忘れてないよ、猫チューブとかって忘れてたのがあなたでしょ、お忘れなくですって覚えてる、こっちは覚えてるのよ、都道府新太郎ちゃんがいっぱい写真撮って、うん、と思ってたら、あ、ニャンスタグラム用にいつの間にか写真撮ってたんだ、ニャンスタグラムにアップする写真だったのね、そういうことか、いつの間に写真なんか覚えたんだ、そうだったね、いつの間にカメラのシャッターボタンが押せるだけの指が発達したんだ、君は、かわいい、ニャンスタ写真を、ニャンスタ写真、そこ切るんだ、鍵かこで切れちゃってんだね、スマホっていろいろできて、魔法の箱みたいね、うん、魔法の、あー、ちょっと発音、イントネーションの違い、ちょっと地域が違う可能性があるね。どういうこと？読んだらお返事。あー、コメント残してってこと？うん、あったよ。これからは気をつけるね。あの、コメントありましたよ。あの、また同じ写真がっかりってね、アンチ来てましたよ、この前。あ、私が間違えてあげたというか、戻れなくてしょうがないからこれ選んどっかって2枚目同じやつ選んだら、うん、がっかりって言われて、もう二度とやるかと思いました。まあまあ進展するんじゃないの？お、星して何してんの？何ラ族、え、ラ族、まあ、何も着て、あ、でも着てるじゃん、クマのなんか着ぐるみ、ラ族って何、なんでラ族とか言ってんの、ラ族です、え、ラ族とか教えてないんで、え、なんでラ族とか言ってんの、ラ族ってそうだよね、ラ族って、挙動不審太郎たちも、うん、おい、変なの調べんなって、で知ったです、変なの調べんなって、裸ってことでしょ、服を着ないで、うん、裸が着ないで、言うらしいのよ、はい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 、なんで急にびっくりしたのよ、ちょっと、梅原さんのお家に車で、うん、いや、まあそうだったよね、確か時計はつけてたけどね、着たことなかった、そうだよね、今着てるもんね、着ぐるみだけど、だからラ族の仲間だったのかもって話してたの、うん、はい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 、あー、そうかもしんないわ、じゃあ梅原さんのおかげで服を着られるので、うん、ラ族から部族になったですね、うん、またラ族に戻すぞ、じゃあもうね、好きなものを何々族っていうの面白いね、うん、あー、何々族って言いたいんだ、みんなでコンビニ族で、コンビニ族、そんなコンビニ行ってたっけ僕ら、うん、あと、うん、好きな遊び族だね、コンビニそんな行ってた、あと好きなもの、うん、あ、コンビニ行ったことなくない君らと、行ったことないよね、梅原さんからもらったこのお名前、うん、あー、本当にまだ気に入ってくれてるんだ、林長丹三男もこのお名前好き、うん、気に入ってくれてるんだ、梅原さんにつけてもらったお名前族、うん、それは特殊すぎるわ、もう二人しかいないもん、それちょっと名前長いね、それね、ちょっと長いけど、うん、大丈夫、大丈夫、なんか変えるんじゃないんだ、これ変えられんのかと思ったら大丈夫で受け流されんの、これ忘れてた、この子のこと、はい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 、そうね、もう一人いたわ、じゃあもう一人いたね、ねえねえ、うん、原さんには、うん、
何々族っていうくらい好きなものある？何々族、何何何族って好きなもの？絵とミサイが好きなの。そうなの、絵とミサイってなんだ、ミサイって。梅原さんは絵とミサイ族かもですね。で、いや、ミサイってなんだ、何ミサイって、ミサイ族ってね、マサイ族みたいになって。